協力会より工藤公康監督、また中村明選手会長、そして甲斐拓也選手会副会長へ花束を贈呈いたします。どうぞ前へお進みくださいませ。それではまずはじめに、福岡ソフトバンクホークス宮崎協力会の会長でもあります戸敷忠志宮崎市長より歓迎の挨拶を申し上げます。ただいまご紹介いただきました宮崎市長の戸敷でございます。ようこそ宮崎に、またお帰りなさい。ソフトバンクホークス待ってました。そして工藤監督、他選手の皆様、そして太田専務、幹部の皆様、ようこそ宮崎においでいただきました。日本シリーズ3連覇、初めての快挙であります。おめでとうございます。恒例で今日はパレードしていただきますが、私どもは4連覇を目指して宮崎の方々にパレード、そして皆さん方の意欲を見せていただければというふうに考えております。今回のキャンプ17年目になります。長い間宮崎で皆さん方の活躍を見て、本当に宮崎が元気になります。今回のキャンプもぜひとも日本一4連覇を目指して頑張っていただき、今日皆さん方の若々しくはつらつとした闘志を見せたパレードにしていただきたいと思います。心から歓迎申し上げまして、ご挨拶に帰りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは次に、福岡ソフトバンクホークスを代表していただきまして、工藤公康監督からご挨拶を賜りたいと思います。それでは監督、お願いいたします。皆さん、こんにちは。はい、本日は、栃木市長、河野知事、はじめ、宮崎協力会の皆様、このような素晴らしいパレードを開催していただきまして、本当にありがとうございます。それもホークスが、3年連続日本一になれたということだというふうに思います。この3連覇が成し遂げられたのも、ファンの皆様の支えがあってこそというふうに思っております。本当にファンの皆様、昨年は温かい、ご声援をいただきましてありがとうございます。やっぱりこのパレードを開いていただくということは、本当に、日本一になれた証ではあります。本当に選手一同もこの日を楽しみにし、ここにやってまいりました。そして来年もここでパレードがやりたいです。そのためには日本一になって、
素晴らしい報告ができるようにしなくてはいけません。今年、どこの球団もホークス倒せという強い思いを持って、来ると思います。それに負けないよう明日から宮崎で、しっかりと体を鍛え、心を強くし、心技体すべてを兼ね備えて、シーズンを迎えたいというふうに思っております。選手を代表して本当に皆様のおかげで3連覇することができました。4連覇できるよう一生懸命頑張ります。今年も熱い応援、温かい応援、よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、宮崎市から福岡ソフトバンクホークスへの贈り物がございます。 SMBC 日本シリーズ2019制覇を記念いたしまして、生き目の森運動公園の IB スタジアム三塁側ゲートへ日本一記念プレートが設置されることになりました。また宮崎特産品の完熟金柑たまたまエクセレントも同時に贈呈をさせていただきます。栃木宮崎市長より工藤監督へ贈呈をさせていただきます。では工藤監督、もう一度前へお願いいたします。それではまずはじめに日本一記念プレートの贈呈でございます。どうぞお受け取りください。素敵な笑顔。このプレートは IB スタジアム三塁側ゲートへ設置されます。ぜひ皆様ご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。では引き続き宮崎特産品の完熟金柑たまたまエクセレントも贈呈をいたします。笑顔でいきましょうか。はい、宮崎の美味しいフルーツを召し上がって、また、始めていただきたいと思います。ありがとうございます。笑顔お願いいたします。はい、ありがとうございました。ぜひともプレートもご覧いただきまして、宮崎の特産品完熟金柑たまたまエクセレントもご賞味くださいませ。それではここで明日からのキャンプへの激励の意を込めまして、河野俊嗣宮崎県知事より宮崎牛20キロを贈呈いたします。さあ、宮崎牛、ぜひ皆様選手の皆様召し上がっていただきまして、力をつけてくださいませ。おいしい宮崎牛をご賞味ください。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、福岡ソフトバンクホークス歓迎パレード in 宮崎セレモニーを終了させていただきます。この後はいよいよ皆様お待たせをいたしました、福岡ソフトバンクホークス歓迎パレードを行います。福岡ソフトバンクホークスの皆様はパレードの準備をこの後お願いをしたいと思います。どうぞ観客の皆様はスタッフの指示に従い歩道上で応援していただきますようお願い申し上げます。では今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。Thank you.
Yeah.